フォービスムは20世紀初頭の絵画運動の名称。ルネサンス以降の伝統である写実主義とは決別し、目に映る色彩ではなく、心が感じる色彩を表現した。1905年、パリで開催された展覧会サロンドートンヌに出品された一群の作品の原色を多用した強烈な色彩と激しいタッチを見た批評家ルイボークセルが、 あたかも野獣の檻の中にいるようだと評したことから命名された。象徴主義の画家で、当時エコールでボザールの教授をしていたギュスターブ・モローが、フォービスムの画家たちの指導者であった。彼が弟子たちに主張したのは、形式の枠組みの外で物事を考え、その考えに従うことであった。主な弟子たちは、この運動の中心人物であるアンリ・マティス、アンドレ・ドランたちであった。フォービスムは、 キュビズムのように理知的ではなく感覚を重視し、色彩はデッサンや構図に従属するものではなく、芸術家の主観的な感覚を表現するための道具として自由に使われるべきであるとする。ルネサンス以降の伝統である写実主義とは決別し、目に映る色彩ではなく、心が感じる色彩を表現した。世紀末芸術に見られる陰鬱な暗い作風とは対照的に、 明るい強烈な色彩で、のびのびとした雰囲気を創造した。フォービスムに分類される主要な画家は、以下の通り。オトン・フリエス、ルーアン・フォービスムに影響を与えた画家として、明るく強烈な印象の色彩を使用する、ポール・ゴーギャンや、フィンセント・ファン・ゴフホ、天描のジョルジュ・スーラや、ポール・シニャックに代表される、新印象派の画家たち、またポール・セザンヌ等が挙げられる。その他、 1992年から1993年にかけてフォービスムと日本近代洋画という展覧会が開催されており、その展覧会では次の21名の作家が取り上げられている。ありがとうございます。